外来鳥取の代表としまして GM を今やっておりまして僕が選手最後の時に降格してしまって僕はそこで引退をしたんですけどもでそのままもう東京でお仕事しようかなと思ってる時に今のうちの代表の塚野が残って GM やってくれないかとまあそれこそやりたくなかったんですけどまあいろんなお世話になった方もいるから力になればいいかなと思ってまあ GM じゃあやることになったんですけど。 すごくこうどん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 時間かけてどんどんどん大きくしていくじゃないですか、うんはい、そういう時にまあ社員さんもたくさんおられるでしょうけど、はい、どんな感じで例えばこう皆さんをモチベーション上げさせるというか、はい、まとめていってるというかそういうのちょっと僕も今日すごく勉強したいんですけど。はい、モチベーションの上げ方っていうところで、はい、こう自分自身がその仕事をできてきたからその,その人も。 やればできるんじゃないかっていうふうな少し押し付けになるんですかねんかそういうところで、えー、プレッシャーを与えてしまったりできなかった結果が出ないことに対して、はい、いやもっとできてないんじゃないかっていうところでやっぱこのやり方は違うのかなとで今お話をお伺いしててあの私自身も今少し意識してるのはその得意分野を、まあ、しっかりこう伸ばしてあげられるようなものっていうのは大切なのかなと。はい あのいうふうには思ってます。はい。僕一緒のことが起こったんですよ。はい。僕それこそあの G.M. になった時に、まあ選手も全部やってましたし、まあ全部練習も見て、試合も全部どこ行くのもついてたんですよバスで。はい。でもなんでそんなのできねえのってなっちゃうんですよ。うん。なんでそれ追いつかねえの。はい。追いつかないの。まあそれはね絶対無理ですけど。そうですよね。でもうう目で見じゃん、はい。はいは 自分がやっっぱ現役やめたばっかりそれできなかったら無理でしょってなっちゃったんですけどよく考えたら J1、うん、だったらまあまあそれぐらいできないとまずいよと思って最初の見方が同じ斉藤さんも言ってましたけどなんでそんなことできないのって見方しちゃってたんでそれはすっごいプレッシャー与えてるわけですよ、はい、だけど今はもう本当に目線を落とすというかそうだよねと、うん、それできたら J1 でみんなこの子たちやってるけどでもうちに来てくれたんだよね、はいはい、戦ってくれてんだよね はい、じゃあ一緒の気持ちでやらないとなっていう感じになってからやっぱり選手たちが僕にすごい声かけてくれるようになったんですよ。で,で今はもうあの僕の顔を見るとあのバービーやりたいんでお金出してくれみたいなのです,よ <laughs> <laughs> すごいうしいんですよね。だから本当にそのおっしゃる通りでうそういうちょっとこう目線を変えたというか自分が「そっか来てもらってありがとう」って感謝って。 変変わわった時にうす,、ね、すごいこう変わりまでフロントの人間もその僕は役職関係ないって言っててで僕は全然ナンバーツーなんて思ってないしみんなで、ね、自分ができないことを補いながらやろうと。うんうん、で僕がパソコンやってたら「何も意味ねえじゃん」と「だからこれはお願いね」うんうん、とか得意分野がみんなあるんですよ、はい、だからそこはできないものはできないってはっきり言おうねってできるっつってできないのが一番まずいからっっ、はい、だからできないものを 助け合って僕なんかも,もできないことだらけなので、はいはい、<laughs> これってえちっちゃいっつってどうやったんだっけとかはい、はい、<laughs> 打っといてくれるとか、はい、だから本当に僕はそれが一番うまくあのう、ね、ぐるぐる回るのかなと思って、ね、二の手間が一番時間かかるので、はい、今のお話でちょっと意識してというか、はい、モチベーションこれはあの維持というか、はい、なるんじゃないかっていうところであのスポーツっていうのは例えば全国大会に行きたいとかここでレギュラーになりたいとか。はいはい えー、例えばプロサッカー選手になりたい、はいはい、日本代表になりたいっていう明確な目標があって分、はい、かりやすいんですけれども、はい、企業の場合ってそのずっと半永久的に続いていくことになりまして個人の目標っていうのがなかなか中長期で描きづらかったりするとす、ねはい、なのでどちらかっていうと 100m をそれこそ10秒で走るっていうことではなくて。はい 400m トラックの,そのインターバルをまあずっとやってるというふうになるんである意味その1年ごと1周ごとの短い要はできる目標をやはり立てる立ててもらうもしくは一緒に立てるそれをこう回っていくときに達成してもらうでここの回ってる間にはもう次の1周の例えばそれ1秒縮めるでもいいですし こういういい横の動きをしてみたい、はいはい、それで同じでもいいですし、はいまあ、いろんなやり方あると思うんですけどそういう細かい目標を設定してその短期の成果を上げていってもらって、はい、まあ成功体験を作る、はい、この癖作りがやはりモチベーションの維持に何かつながるのかなと、はいはい、劇的ゴールがなかなか作りづらい、はい。はい ので、その時、ね、分かりにくいので、はい、まあ、それはちょっと私の中で大切かなというところかなというふうに思います。でも本当に一緒です。やっぱり。時代も変わって、はい、さっきも言いました。よ僕の時代も気合だとか。はい、なんか、そんなんで、なんか解決しましたけど、うんうん、やっぱ今の、やっぱ時代の。あの、若い子は、まず全然違って、やっぱりスマホとか見れるものもあって、やっぱりどうしても。いろいろ見れちゃうので、答えが欲しいみたいなが多いんですけど。はい、だから、答えを出すというよりも、うん、今、おっしゃってたように。 一緒になってこうやってやってみたらいいんじゃないとか課題を作ってあげるとすごい一生懸命やるじゃないですか,、はい、かそういうふうにやっぱり選手には、はい、あのもうあんまり口出さないようにして、うん、自分らでやっぱ考えさせるというか、はい、こっちがガーッて言うんじゃなくて自分らでかすごいミーティングするようになったんですよ選手同士なるほどうしそういうのがすごい大事だしやっぱ考えないと何でも、うん、お仕事でもスポーツでも考えないと絶対もういかないんですよ。そうですよね 考えられるっていうことがなかなかできないじゃないですか。もうなかやっときゃいいやみたいな。でも考えてる人ってちゃんと喋れるし、だからやっぱりこう喋させることが大事で、もう僕らなんかもう裏方で超黙ってればいいんですよ。もうだから僕は今選手たちにやらせてるのは、まあもちろんスポーツは昇格するとか合格するとかすごいわかりやすい世界なんで、先ほどおっしゃってた優勝とか一年でねっていうのがあるんですけど、それだけじゃないじゃないですか。やっぱりいろいろ地域が関わってたりするので。 で今僕はやらしてるのが選手を営業に行かせるんですよ。はい。そうするとめっちゃ喜ぶんじゃん。あ,あそうですか。僕なんかねこんな感じでねこう昔こうツーブロックにしてましたから、うん、これですいませんって言うと変な風合いみたいじゃないですか。<laughs> いやいやそんなことないかしすか。<laughs> な<か>はい。怖いのは怖いです、ね。言葉がいい。はい。だけどやっぱ選手たちが可愛いわけですよ。年二十代とか。 で社長さんに「いやいつもあり,がありがとうございます」ってまた「今年も頑張ります」んでってもうね笑顔でねで女の社員さんも嬉しそうなんですよ、はい、若い子が来るから、はい、だからねもう,そう行くとね喜んでくれるんですでそうすると選手たちも社長さんがそこから「そこの食事でも行こうね」ってこう野球とか連れてってくれるようになるんですよ可愛がってくれるんですよ、うん、そういうの分かるわけですよね。うん、あ,あ、岡野さんんここういういとやってたんだと そうすると例えばじゃサッカーがもしかはうまくいかなくても、まあ、J3 なんで、まあ、サッカー続けていけなくてもセカンドキャリアとしてそ,、ね、そうう企業入った時に、うん、あそういうのやったことあるなとかそういう幅を広げてってあげることもサッカーだけじゃないんだよ、うんね、サッカーやめた後のが人生長いから、うん、やっぱりいろんな経験を、うん、サッカーだけじゃないこともあの経験させるとすっごいせあのプレーの幅も広がるので、はい、だからそういうものをねどんどんやっていきたいなと。はい、あの野人が サッカーをやめて漁師になった <laughs> これ大ピンチだと思って勝手にブラジル行ってあの見つけてきたんですよ1 2泊で行ったんですブラジル3発まで小学生がガイナレのユニフォームを着て学校にいっぱい行ってくれる <laughs> はい。はい、やっぱそれはすごく僕が目指してて。